バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはですね、後ほどゲストっぽいゲストが出演してくださるかもしれないんですけれども、そのゲストの前にですね、皆さんとイチャイチャを過ごしできたらなと思いますんで、まあ最後までねよろしくお付き合いくださいませ、お願いいたします。ではでは、今夜メッセージリクエストいただいております、ありがとうございます。早速お読みしたいと思います。ようこさん、スタッフの皆さん、こんばんは。あなたのカズさんです。なんと調べてみたら3ヶ月ぶりの投稿でした。毎日があっという間に過ぎていくのでびっくりですね。先月末に娘の結婚式で主人と東京に行ってきました。娘が去年のクリスマスに入籍し、やっと今年式を挙げることができたのです。式も披露宴も旦那さんのご実家でやるということで、さぞかし準備が大変だっただろうけど、一生懸命やっているのをずっと聞いていたので、当日の会場の手作り感の素晴らしさに感心しました。何よりも嬉しかったのは、私たち夫婦の控え室に陽子さんの音楽が流れていたことです。遠い鹿児島からたった2人でやってきて、知らない向こうのご家族やご親戚たちに会うので緊張するだろうと、娘がラジカセに陽子さんの CD をセットしてくれていたのです。おかげでまるで我が家にいる気分になれました。自分で言うのもなんですが、改めて娘の心遣いに感謝し、ああこんな気遣いのできる女性に育ってくれたんだなと嬉しく思うことでした。あたふたとその日の最終便で帰宅、高齢のため留守番だった母も無事で安心し、今年一番の行事が終わって今ホッとしているところです。では今回のリクエストはシャイニーをお願いします。この番組は YouTube で聴けるので、この曲を娘に送りたいと思います。ヨコさん、これからの季節お仕事も増えてお忙しいでしょうが、体調にくれぐれも気をつけてお過ごしくださいね。新しい CD も楽しみにしています。それではごきげんよう。あなたのカズさん、ありがとうございます。娘さん、ご結婚おめでとうございますね。式ができてよかったですね。では今夜リクエストいただきました、ヨコでシャイニー。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのヒント。心と心を合わせて、カレンダーは時を動かす、おもちゃ箱みたいな
空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へ。聴いただきました曲はヨーコでシャイニーでした。このシャイニーという楽曲はですね、鹿児島クリスマスマーケットのイメージソングとして作りましたので、誰かを思う気持ちをね、このシャイニーに乗せてお届けできるなんて本当に嬉しいですね。カズさん、私にまで素敵なね、お心遣いありがとうございます。そしてね、もうメッセージにありました、もうね、自分で言うのもなんですがって、改めて娘の心遣いに感謝し、ああこんな気遣いのできる女性に育ってくれたんだなって、うん、すごくねその気持ちわかります。よくね、よく娘のシノンのことをね、なんか私がこんなだからかめっちゃいい子なんですよねって言うと、まあほとんどの人がうんそうだねって言うんですけれども、でも最近はね、同じお母様方にも気を使わせてしまってか、ママのね背中見てるのよとかね言ってくださったりもね、されますけれども、いや親子って意外と別だからこそ、なんていうのかな、母から受けたこういうことはちゃんと受け継ごうとか、逆にね自分の良くないところは娘に受け継いでほしくないとかね、まあそういうものもねやっぱりあると思うんですよね。と自然とねやっちゃいけないことをやってしまってるのも、どこかの背中とか誰かの真似って、まあ親だけでなくてね、そういうのがやっぱり人ってそういう本能があるでしょうからね、まあ、とにかく私のおばがね幼い時に、自分がされて嫌なことは人にしちゃダメよっていうのは娘に、伝えてきたつもりなんですよね。だからカズさんも毎日こう娘さんにね届けた愛情がちゃんといろんな方にね降り注がれてというか、ちゃんと伝わって、でカズさんにももちろん帰ってきてというね、まあ、素晴らしいね親子だなってね、私もほっこり、そしてとても嬉しく思いました。ありがとうございますね。本当改めまして皆さんおめでとうございます。ではそろそろゲストっぽいゲスト石井を紹介したいなと思いますけれども、皆さん大きな声で呼んであげてください。いいですか？では行きますよ。はい、お久しぶりのゲストっぽいゲスト石井。こんばんは。こんばんは、石井です。いえ石井、ご無沙汰しております。何してたんですか？忙しかったんです、いろいろ確かに陽子にめちゃくちゃ呼吸を使われておりました石井、はい、と言いますのもね、石井さんなんと、私の旦那になりまして、いつの頃だったかちょっと昔の話ではございますが、ね、そしてのんちゃんのパパでもありますのでね、一緒にお仕事するとっていうか、まあ、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、今年はお父さんになり、おめでとうございます。ありがとうございます。でね、まあ、一緒にね仕事ができちゃうのでね、どっちかが のんちゃんを見ている間に、どっちかが仕事をしてみたいな家庭環境でございますからね、うん、そう、楽しく音時間発信させていただいております、はい、でなんせここ最近はもうカバーアルバムが大変でしたね。相当大変でしためちゃくちゃ大変でしたね。ライブとかでね、うん、やる分にはすごくいいんですけど、これをちゃんとゼロから作ってってなると、うん、なかなか同じように作るのが大変な作業でしたね。そうですね。でしかもカバーアルバムの、あ、もう楽曲ってお伝えしていいんですかね？うん、もう大丈夫ですよ、はい、じゃあ、本邦初公開でございます。今日はちょっと流すことはまだできないんですけれども、楽曲伝えちゃいますよ、ヨーコ初のカバーアルバムスターズに収録楽曲10曲ございます。
トラック1から、ね、お伝えします。1曲目みんな空の下彩香さん、2曲目イエスのオフコースさん、3曲目真夜中のドアステイウィズミー松原美希さん、4曲目プライド今井美希さん、5曲目優しい雨小泉今日子さん、6曲目僕が作った愛の歌愛しのエミリーチューリップさん、7曲目未来へキドロさん、8曲目今すぐキスミーリンドバーグさん、9曲目めぐみの人ラッツ&スターさん、10曲目真夏の果実サザンオールスターズさんでございます。イエーイ、嬉しい。なんか今読み上げながら鳥肌が立ちました、私が大好きな曲ばっかり、いい曲ですね、やっぱりね、昔の曲ね。そうですね、まあ、昔って言っていいのか分かんないですけど、80年代が多めですね、名曲です。ほんと名曲ばかりでですね、陽子1987年生まれなんですけれども、もう私が生まれる前後の曲をね、収録楽曲多いということになりますが、私が聴いていたのも私にとっての青春時代に聴いてた楽曲がほとんどなんですね、なので、まあ、うちの両親に感謝なんですけれども、だから自分でこうラインナップを見て、あ、青春だと思ったけど、実際はまあ古いって思われる方も多いのかなと、まあでもいいよね、そうだよ、名曲揃いなので、聴いてても飽きないし、そうですね、で何より私サザンオールスターズさん大好きじゃないですか。で、サザンオールスターズさんがね、まあ、一番最初に許可を下りたじゃないですか、ね、カバーアルバム、カバーアルバム作るのに、そう、あの音楽出版社に許諾を得なきゃいけないので、そうご本人たちの、そう、そしたらね、今読み上げて時間湧きました楽曲のね、もう制作も終わっているのに、なんていうの、今曲を紹介したことによって私はカバーアルバムを出すんだ、歌わせていただけるんだ、皆さんの素晴らしい曲をっていうね、すごい実感がめちゃくちゃ湧いて、やばいですね、石井さん、本当今回もありがとうございました。いえいえ、なんかすごいギターにしろ、なんかね、全部弾いてみて、やっぱりよく作られてる、考えられてる楽曲なので、全曲、そうですね、大切にしました、ありがとうございます、で何よりも私はその好きな曲ばっかりだから、石井さんが作ってくださった音楽にさ、こと細かくちょっとここなんかこんな方が良くないですかみたいなことを、まあ、言ってしまってましたけれども、まあ、でもそれはそれで作り手としてはね、まあ、大事なことですからね、だから名曲たちって本当多くの方に聞き込まれすぎてて、リスナーの方がシビアになるんだろうなとかね、まあ、私もそういう曲を来年どんどん発信しましょう、お願いします、はい、はい、ということで、今日の2曲目、皆さんに感謝の気持ちを込めまして、皆さんの幸せを願いまして、陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう。お届けしました曲は陽子でキス&ハグでした。のんちゃんも今日は登場しております、のんちゃん
こんにちは、こんばんはでしょ、こんばんは、こんばんは、はい、喋ってほしい時に喋らないのが赤ちゃんでございます。まあ、とにかくね、最近あのこうコロナ禍が収まったからか、私のね大事なね方々が東京に行っちゃったりするんですよね。まあ私も、全国回るねライブとか早く始めたいなと思いますんで、皆さんどこかでお会いできるのを楽しみに、何よりも沖縄早く行きたいですね。行きたいですね。めっちゃ行きたい。うん、行きましょう行きましょう、うん、たくさんいろんなところで演奏もしたいし、そうですね、来年の夏、聞いてもらいたいですね。夏は必ず行きましょう、行きましょう、うんうんうん、でね、皆さんようこ、最近自分の曲だけじゃなくてね、あの歌詞を書かせていただいたり、石井さんと曲を楽曲を作ったりというお仕事もねいただいたりしておりますので、これからっていうかもう来年か、来年年始多方面でねこう皆さんに新曲披露の場となると思います。そうですね、ヨーコが歌ってたりヨーコが歌ってなかったりするので、うん、ぜひそちらもね今後ともあの応援していただけたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします。お願いいたします。ではね、来週ぐらいはカバーアルバムスターズの楽曲流せるんじゃないかな、どうかなと思っておりますが、うん、はい、はい、ぜひぜひあのそのね意味も込めて、えヨーコさんのカバーしたこの曲聴きたいと、さっき楽曲ラインナップねあのお伝えしたので、ぜひそういうメッセージも待ってます。お願いいたします。お願いします。はい、ではですね、今夜最後の曲、皆さんのことを思ってお届けします。ヨーコでラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続いてく明日へ。ラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛にお願いいたします。最近ですね、私がお世話になってきたパワフルな女性の方々、例えばアパレルの社長さんであったりとか、もうそういうね、なんていうのかな、こう美に関するねお仕事なさってる方々も、なんていうのかな、言葉悪いけどバリバリのキャリアウーマンだった方がお母様になられて、そういう方ほど
子供たち赤ちゃんをね一緒に仕事場に連れて SNS で写真に上がってますね。うん、いいことだと思います。ですよね。っていうかそれ、まあ、普通って思ってました僕。あー、まあね、今でこそ普通の世の中になりつつありますよね。そうですね、うん、めちゃくちゃそれっていいことだと思います、うん、私もね今回ちょっとご協賛でご協力いただいた、うん、とあるね会社様の映像を撮りにね朝8時に伺ったんですけれども、その時ものんちゃんをね連れて2人で伺ったんです。で映像を撮影する時はのんちゃん抱っこひもで撮影してたんですけれども、社員の男性の方ばっかりだったんですねその日は。でもうお父さんも多いわけですよ男性も、うん、めちゃくちゃ癒されたとおっしゃってました。うん、癒されるよ、ね、確かに。なのでねぜひ皆さんそういうなんていうんですかね、こうほこってしたほっこりしたね、うん、社会ってもう目の前に溢れてると思うのでね、うん、そう皆さんも堂々と大事な方を大事だよって言いながらで、あー素敵だねってお互いさ褒め合いくしながらね、のんちゃん、そういう一歩がね世界平和につながるんじゃないかなと本当に思いますので、うん、そうよくはねそういう平和を願いながら2023年は楽曲ね毎月1曲リリースしたいなと、リリースじゃないか発信かな、うん、そう頑張りましょうね。頑張りましょう。いい曲をたくさん作って、そうですね、うん、そう次の世代に何かの意味として残るような楽曲を作れるように来年は頑張るぞ、はい、ということで皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。お願いします。で、ね、最近ねちょっとねジャンケンマンさんってほら、うん、生身のゆるキャラのね、うん、彼の楽曲歌詞を書いている時にすごくね名言を調べたんですよ、うん、でね名言というのもことわざとか、うん、そういう名言です、はい、で結構ね名言って偉人が残したとかそういう歴史とかはねクローズアップしがちですけど、あと大好きなアーティストが残したとかね人にまつわりそうな感じですが、ことわざって出どころが分かんなかったりとか、まあ、ある意味多くの先輩方が残してくれた教訓でもある気がするんですね。でことわざいろんなものちょっと面白いなと思って調べてみたんです。で、まあ、調べるのが逆に好きになっちゃってきてね。で若い子が聞くと耳が痛い言葉も、大人からすると当たり前じゃないっていう言葉もあれば、若い子たちはそんなの当たり前じゃんって、だって夢や希望で溢れてるもんみたいな言葉もあれば、大人から聞くとちょっとなんていうの、耳が痛いっていうより心が痛むというか、なんかこうね、あまだまだだなとか、もう自分には関係ないよってちょっとグレて見てる気持ちとか、なんかまあそういうのもあったりするんだろうなって思うと、まあ、とにかくね最近言葉が残してくれているその生き様っていうのが面白いなと思ってですね。でよく歌詞を書くときに本を読むべきだよと言われた時期がめちゃくちゃありましたけど、こういう生活してるとね本をゆっくり読む時間っていうのは本当にないんです。だからもうなんていうの、人と話す時間も、まあ、仕事以外でなかなかなかったりするからね、うん、なので生き様の中に私はいろいろ付箋を張ってきたんですけれども、出会う方出会う方に、うん、刻まれている言葉だったり思いだったり、私が感じたインスピレーションから生まれる言葉であったり、だからそういうものをちょっと紡いできて、あ、私まだまだね知らない言葉いっぱいあるけれども、この知らなかった言葉と出会う時の自分がまたこう35歳と40歳とまた違うだろうし、20歳の時に見ててもピンとこなかったことっていっぱいありますからね。なのでまあそういうちょっと人としての深みだったりあったかみをこれからもっともっと出せるような人になれたらなとちょっと思ったわけですよ。はい、ということで石井さん、そんな陽子がね、まあとにかく来年いろんな形で楽曲作りたいと思ってますので、はい、はい、お力添えお願いいたします。はい、はい、わかりました、頑張ります。頑張りましょうではね、皆さんもこの1週間めちゃくちゃハッピーにお過ごしくださいね。はい、のんちゃんもですよ。ではでは皆さん、あ、一周さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもめちゃくちゃ1週間ハッピーでいてくださいね。せーの、バイバイハッピー。